はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、ロックマン X6 ね、前回のね続きをねやっていきたいと思います。あれですよね、ラストスパートステージの続きですね。はい、これですね。はい、このデータですね。これね、どうぞ。はい、これね、パーツなんですよね。装備してるパーツですよね。はい。持ってるパーツね。まあいや、とりあえずね。R1 レスキューって何やったっけ？あ、これか。あ、そうか、そうか。助けた仲間、仲間とかあれやね。無理したよね。シャドウでいきますね。まあこれね、第二ステージですね。これどうやっていくんや。こうか、こうやっていくんや。これあれやな、これ捕まるんやな、これな。これ絶対シャドウアーマーないときついだろう。針だらけやん。絶対、めっちゃきついよ、これ、シャドウアーマーなかったら。これ、シャドウアーマーだからね、針はね、針当たっても大丈夫なんですよね。他のね、X とかね、ロックマンで、ロックマンとか、ゼロでいけばね、やられちゃいますよ、こんな、こんなな。こんな針だらけのステージね。あれ、こういくんじゃないのか、こっちか。あれ、おお、裏側抜けんのか、これ。あれ、どうやっていくんや、これ。くっつけるけども、上は乗れないのか。こっちでいいのかな、進むのは。強いんですよ、こいつね。やばいな、結構食らってんな、おい。やばい。難しいな、結構。今ここにもいるんか、こいつ。無視はできないのか。
無視できないのか。恐ろしいのは。上からなんとか行けないかな、これ。届かないかな。惜しいな。あ、そこやったらね、あの柱と2回も叩かなあかんからな。そうやったらな。ああ、これギリギリ叩かんか。よし、いけた。しょうがないな、叩かんと。ああ、落ちる。くそ、結局落ちるんかい。こいつはね、矢ダッシュできないんですよね。シャドウグレード、シャドウちゃうわ。シャドウはね、ああ、また落とされたわ。あかんな、どっちにしたって難しいな、これ。どっちから行ったって同じやな、これ。ないんだ。ああ、くそ、結局落とされたわ。一番上なんかどうやって攻撃すんのこれ。ここから打つしかない。打つ打つな。あー、くそ、惜しいな。あー、もう勝ちちゃうやね、もう。俺はさすが最後のステージだけあって難しいな、難易度が。これでゴリ押し行くしかないからね。当たらへんねん、これ。やってけた。難易度高いめんやな、さすがに最後だけあって。おっと、ここ針があるけど、わ、これ大丈夫なんよね。こいつの場合は大丈夫なんですよ。こいつ後ろ向いてるとき当てられへんからな。後ろ向いてる間倒せないですよね。これ撃った方が早いな、これ。うん、防御力強いからね、まだいいんですよ。これ絶対普通の X と0でいったら無理やでな。針だらけやもん。絶対無理やわ、ほんま。X と0じゃ。いけるわけじゃないよ、ほんま。シャドウやからいけるよ。さあ、ここにボスが見えますけどね。このボスが結構強かったんです。確か強いんですよ、これね。ハイマックスとゲートが出てくるんですけどね。さあ、倒せるか、こいつは。こいつが強いんですよね。データは完全に勝っている。負けるはずがない。まだそんなことを言っているのか。負けられないんだ。くだらない野望になんか負けられないんだよ。ドイントやばいからな、これ。うわ、強いな。全然ダメージ与えられへん。いつダメージ与えんの、これ。
ハイマックスね。うわ、どうすんのこいつ。当てられへんよ、全然。ああ、当たった。この時ダメージ当たるのか。解放した後やな。あ、やられた。確かに強い。やっぱ、ため打ちの、あれじゃない、倒せないのか。こうやって、まあ、ちょっと少々ご利用しでいくしかないな。バリアの時は当てられないってことやな。あー、こっちも作られたバリア。うわ、強い。あー、効かないか。効かないんか。強いな。すぐ作られるな、これ。結構減らすの難しいな、これな。音楽かっけえな。よし、行けそう。もっと行けば行けそう。無駄だとか言いながら食らっとるやん。よし、あと一発くらいで行けるか、うまくいけば。よし、行けた。倒した。まあ、強かったな。さあ、次ね。まだあるんですよね、続きのステージがね。ここはまあ普通に行けばいいんですけどね。
入るよね。いやもう無視しようこいつも。無視無視無視や無視。はい無視無視。あいつ硬いからねあの時ね。これ、ああそっか、5回復できるんだあれね。嫌なところにこいつおるな。まあいいや、無視したよ。あ、これどういう風になったっけこれ。え、これどうやっていくんやこれ。こんな。エアダッシュできないからね、こいつは。こんなんどうやっていくんや。あそこ敵っていうかあれもあるしな。どうやっていくんこれ。え、こっからダッシュしていけないもんね。エアダッシュできないからさ。あ、しまった。こんなんどうやっていくの。持っていくやろこれ。無理やんかこれ。届かへんやん。エアダッシュ出てたらいけるけどね。こんなんどうやっていくの。はい。行きましょうか。ハイパーダッシュっていうのをね、装備しました。はい。で、また再びここまで来ましたんでね。一応ね、やっていきたいと思いますね。で、もちろんね、ハイマックスももう一度ね、戦って倒しましたんでね。もうハイマックスの倒し方をね、私も慣れましたね。もうね、簡単に倒せるようになりました。はい。まあ、簡単にってこともないけども、割とね、ゴリ押しでやればなんとかなる相手ですよね。うん、で、今やハイパーダッシュ装備してますんでね。今度は多分いけるんじゃないかなって気がしますね。うまくやればね。さあ、ここでハイパーダッシュやるんかな。ああ、なるほど。確かに速くなってる気がするな。あ、しまった。難しいなぁ、そこで練習するにしたってね。こういうことか。こういうことか。でも難しいなぁ。結構高度なテクニックですよね、あれ。
そういうことか。あ、くそ、何やってんね。難しいな、タイミングが。ダッシュもせず死んでたのもダメ。ああ、惜しい。こういうことか。難しいな。惜しかったな、今の。こんなやつ相手してられへんわ。あ、惜しい。この辺くらいからか。ああ、もっか、難しい。これぐらいか。あ、惜しい。ああ、あかん。これか。よし、いけた。いけた。これで死んだら何もならんな。気をつけんと。あ。こいつ何なんや。どうすんのこれ。何なんこれ。タイミングつけないとあかんのか。え、なんで。そうやねおい、せっかく行ったのに。ちょっと待って、どういうことやね。よし、いけた。やっといけた。よし。まだあんのか。まだ続きがあんのか、おい。壊さないといけないですよ、これをね。うわ、難しいな、下のやつ壊すの、これ。
ギリギリや。あれ、どこどこ。よし。よし、入れた。やっと入れた。これでボスか。これが確かめっちゃ強いんですよね、ゲートね。黒幕なんでね、シグマ以外のね。こいつが強いんですよね。どう倒すかですね。ゲートですね。じゃあこのゲームの黒幕みたいなもんですけど、さすがだね、すべて壊されたよ。もう何も残ってないよ。ゲート観念するんだ。そして、今からでもお前の犯した罪を償いするんだ。まだだ、最後の実験が残ってるよ。僕が戦うよ。やべえ、自分がどれだけ愚かなことをしているか分かっているはずだ。こうなったらどうでもいいよ。お前から憧れてたんだよ。君を解析することを、恋 X。これ、まあ、ラスボスではないんですけど、一応黒幕なんですよね。効かないんですよ、こいつはね。こうやってダメージ与えるしかないんですよね。あいつが出したね、技を使ってね。あ、しまった。そう、こう下落ちるんやったんだ、それじゃあ。あいつが出してくるね、弾をね、利用して、あいつにダメージ与える方法しか倒す方法ないんですよ。ね、こいつは。ゲートの場合は。さあ、やめ。よし、与えた。くっついてくるからな、こいつな。くっついてくるからな。あ、こいつも出してくんの。いや、難しいわ、これ。確かに。うわ、あ、当たらんかったな。あーか、穴落とされたら終わりだからな。あれか。でもあれやな、これしか倒し方ないからどうしようもないやな。あんな近づいてくるからな。食らうな、絶対。あーか、落ちた、なんもならんね。
危ない。あ、当たらんかった、当たらん。あら。足当たった。半分ぐらい減ったな。おっと、危ねえ、危なかった今。ああ、しまった、やばい、落とされる。うーわ、なんなんやこいつ。惜しいなー。あんなに押しこ落とそうとしてくる時あるんや。こりゃ強えわ。やばいやばいやばい。やばい、あぶねえ。そこが逃げられない。弾いっぱい出してきたときはチャンスなんですよね、一番。あぶね。わあ、あの弾使えないな、今回は。やばい、やばい、あお。よっしゃ、止めた。あぶね。危ね、危なかった今。危ね、怖いな、怖っ。おい、弾出してこいよ。うー、やばい。うわ、あ、くそ、当たらんかったな今、弾。止まった。おお、止まった。サブタンクもなんとかあるからね。粘れば倒せる。ああ、やばい、やばい、危ねえ。落ちるとこあった、危ねえ。今、せっかくいいとこへの落ちたら何にもならんからな。お、弾出してこいよ、おい。危ねえ。よし、来た。あかん、くそ、当たらんかった。危ねえ。あかん。くそ、せっかく弾が過ぎたのにな、使えなかったな今。やばい、ああ、うわ、潰すんかよ、おい、足場を。なんやねん、それ。くそ、惜しいな。くそ、倒せる思ったのに。くそ、なんやねん、こいつ。
そりゃ強いわ。強すぎるわ。ラスボスより強いぞ、これ絶対。ラスボスシグマの方が弱いですからね、はるかに。ああ、しまった。ああ、もう落ちたな、もうならねえ。ああ、難しいな、ほんまに。ああ、もう頭痛いね。潰さな、バカよ。バカ。あかんなあ。あれ、あの破片じゃあかんわ。あれ、弾出せよ、おい。弾を出せ、早く。危ない。いやもう少々ね、ご了承なところあるんですよ、どうしてもね。もうちょっとやな。あいつが弾を出せば出すほど有利なんですよね。やばい。うわ、潰した。足場。でも潰れた足場は元戻るんやね。やばい。ぶつ当たった。危ね。よし、これ。使えるかな。使えないな。ちょっとこっち使ってこう。よし。操作のダメージはもう大丈夫か。よし、倒した。やっと倒した。すごいな。ゼロの DNA を持ってして。プログラムに負けたのか。でもまだ終わりじゃない。僕がこのまま無様に消えていく愚かな奴らとは違う。こんな最悪の事態も
ちゃんと考えておいたんだ。まあシグマがあといるからね。これだけは使いたくなかった、うん、僕自身も消されてしまうかもしれないが、悪魔を復活させたよシグマをね。うん、やっぱりな。調子に乗るな小僧、あの手の手は知らぬわ。お前の助けだと必要なかったわ。邪魔だ、消えろ。完全に復活してないみたいだ。急ごう。なるほどね。X、聞こえる？気になったんだけど。そこで倒れているアイゾック、機能停止しているわ。うん。死んでいるの？過去のイレイズ事件と似ているわね。何の反応もない。一体これは？ダメだ。今はそれどころじゃない。シグマを追うぞ。よし、これでね、やっとね、シグマステージに入りますね。もちろんセーブしますよ、もう。これ、当然ですよ。当然セーブしないとね、これ。ロック番面整理しとこう。よし、じゃあちょっと続けますかね。これですね。シャドウアーマーできます。シャドウアーマーの方が楽なんですよね、どこのステージもね。ラストステージスパートはね、ここはもうね、正真正銘ラストステージになりますね。ここはもうあれですよ、恒例のね、8大ボスのね、ボスラッシュがありますからね、うん、このまま下降りていいよね、うん、あ、ここはそうや、ここはボスラッシュやな。さあ、いいか、適当なとこから行こう。ここが一番上なんかな。そうやね。まあこんだけね、いますよ、8大ボスがね。じゃあ下から行こうか。下ね、はい、こいつは誰だ。八大ボスはね、シャドウアーマーだったらね、もう結構余裕で行けますからね。あ、インフィニティミニジオンですね、これね。ミジンコなんですよね。ミジンコがモチーフになったボスですね。ちっちゃいんですよ。もうひたすらね、これ打ちまくりゃいいんですよ、これね、ジェットサイバーね。こいつが本物ねえな、こいつは。なかなか手こずるな、こいつは。やばい、ほとんど結構減ってるぞ、こっちは。やばい、やばい。やるな、こいつ。強いな。
し、やっと倒した。やばかったな、危なかったな。なかなか強かった、こいつは。これ絶対あれですよ。これでの手こずるんやから。ほんとに。回復が、回復一番上にあるんですよね。あれ？ちょっと待って。あれ？これつかめないのか。あれ？回復は取れないのかい？これ。この上にあるな。うん。さあ、じゃあここから行こう。近いだったら行こうか、よくね。ヤンマーコマンダーヤンマーケですよね、確かですね。一番弱いやつですからね、これからね。このゲームの一大ボスでは。フックバスターでも十分倒せる相手ですからね。ゴリ押しですよ、もう本当にね。はい、倒した。タンクが通常に溜まってくれた。下のね、火の海に当たるとね、まあ、火の海は あそこは、ね、落ちると死にますからね。落ちないようにしなきゃいけないっていうのがね。でもね、こいつ何やってんでしょうね。おっと、危ない。おっと、危ない。今度したい。すごい、この上に来るからね、今度はね。どうした、どうした。よし。
でした、さ。見てほしいだ。うわ。あー、しまった。回復するの忘れた。転がしですよね、こいつね。グランドスカラビッチね。やばいな。わ、でっかいの来た。ちょっとやばいわ、おい。そう、回復するの忘れたのが痛かったな。ああ、死んだ。まあ、1機ぐらい死んでも大丈夫ですけどね。タートロイドや、ダメージ全然与えられへん、こいつ。どういうことや。あ、そうか。あれを壊さないとあかんのか。二つのなんか紋章みたいな、水槽みたいな壊さないとダメージ与えられないんや。こいつは強いわ。ダメージ与えられないっていうのは大きいで。こっちの方が無駄にダメージ受けるもんな、すみません。硬いな。ああ、また戻った。戻った。やばい。ちょっと待って、やばい。こっちか。結構強かった、こいつは。初代ボスで一番強いんちゃうか、こいつ。
こいつか。こいつもそんな強くないからな。バイ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 、ちょっと待ってください。疲れるの、これをね。よく倒した。ギリギリだ。結構手こずりますね、8大ボスもね、やっぱりね。こいつね、さっきやられたやつね。こいつもさっきやられましたからね。踏み転がしですよね。結構強いからな、こいつも。いやー、なかなかあれですね、やっぱりね、こつれますよね、八大ボスもね。本当にバカにならないですよ。あ、これ全部倒したか。これでシグマですね。やっと。変わったけどいいや。ああ、こう持っていくのか、あれに。戦ですよね、もうね、うん、もうね、来たこいつもね。ま
だ完全に復活していないようだな、シグナ。ゲホ X か、邪魔だ、失せろ。またかなりチャンスだ。今度こそ完全にデリートする。おざくな、お前など、この体で十分だ。行くぞ、覚悟しろ、シグマ。なんか、ゾンビみたいな感じですね、なんかね。第二形態やん。倒したか、そんなわけないか。うはは、まだだ。これガルが本花だ。あ、ちょっと喋り方おかしくなってるね。ジネデッグズ、ジヌンダベッグズ。こいつ何を言ってるかもわからない。意識すらはっきりしてないはずなのに、それでも俺の執着は。楽にしてやるぞ、シグマ。完全に眠ってくれ。まあね。これ、ラスボスの方がね、弱いですからね。正直ね。うん。全然弱いですからね。すぐ倒せますからね。ヒットポイント多いんですけどね。すぐ、ね、めっちゃ減るんですよ。打ち合えた時がね、弱点なんでね。打ち合えた時にね、切りまくればいいんですよ。当たらんな、意外と。あかん。あ、難しいわ。全然難しいわ。ちょっとなかなか口開いてくれないやん。からかい。ここからやるんかい、また。開いた時にギガアタックを使うのもありやな。やばい。この時にこれ使ってみよう。あー、あかん、遅かった。
あかん。うわ、強い。ちょっと待って、予想以上に強いぞ、これ。弱いと思ったのは俺の気のせいか。昔倒した時こんな苦労した気をね、感じなかったんですけどね。あれ？ちょっと違うなぁ。思ったより強いなぁ。さすがラスボスやだけのことはあるわ。簡単には倒せないわな。X5 と比べたらはるかに弱いボスのはずなんですよ。ここである程度ダメージ結構受けるからな。ダメージ与えられるよな。よし、倒した。無駄だぞ、無駄だ、分かるだろ、X。死なん、このぐらいで分かるだろ、X。今は何よりも地球復興が大事だ。お前の相手を捨てる暇はない。また俺の目の前に現れたら倒してやる、それだけだ。うはは、忘れるなよ、もう必ずまた復活してやる。必ずだ、必ず。うおぉ。これで倒しましたね。そうか、溜め打ちでやったらすぐ倒せるんですね。ああ、やっと倒した。もう疲れるわ。そうだな。X、ゲイトを連れて帰ってどうする？こんなダメージじゃ修理しても無駄なだけだ。分かってるよ。ただエイリアンの同僚だったと思うと、放っておけなくて。仲間がいなくなる寂しさは知ってるから余計にね。優しすぎるやろ。心配かけたか。ちょうど迎えが来たようだ。大丈夫？二人とも。あ、デートなの？連れて帰ってきたんだ。X の優しさってやつだ。ひどいなこりゃ。どうするよ。エイリアンに任せるよ。余計なことをしたかな。ありがとう、X。できるだけのことはしてみるわ。任務完了だな、これで。これから長い任務が待っているぞ。みんなで地球を再建しなければ。何でも直してやるぜ。メカニックとしての腕の見せ所だ。私は、イレギュラー発生率ゼロのプログラム。ウイルスを完全にシャットアウトする完璧なプロテクトプログラムを。ゲイトに負けないようなプログラムを目指すわ。みんなで力を合わせてゆっくり確実に歩んでいこう。そうだな。長い旅は始まったばかりだ。今度こそ本当の理想国家を目指す。
人間とレプリロイドが平和に暮らせる世界だ。はい、これでねクリアしましたね。でまたね、この次のね、次の時はね、8大ボスの挑戦に戻したいと思いますね。はい。まだ8大ボスがね、まだ4体しか倒せないので、8大ボスステージのね、残り4ステージをね、次は続きとしてね、やりたいと思います。はい。先にね、ラストスパートステージをクリアしてしまいましたけどもね。これであとね、残りの8大ボスステージの4ステージをクリアすれば完全クリアということになりますんで、このゲームね。はい。だから、あとはね、残りの4ステージをね、クリアするのを目指したいと思います。いやー。いや、これね、ラスボスというか、ラストスパートステージでね、クリアするのはね、今回で2回目になりますけどね。はい。昔ね、クリアしてるんですよ、実はね。今回で2回目になります。まあ、このゲームはね、一回僕昔ね、10年ぐらい前にクリアしてるんでね。10年以上前か。うん。今回2回目なんですよ、クリアしたのね。はい。まあもうほんと十数年ぶりなんでね。やっぱさすがに手こずりましたけどね。まあね、今ね、8大ボスステージ挑戦ね、やってまして、本当にね、実感するのはね、本当にこのゲーム難しいなっていうことですよ。もう、僕も X シリーズで一番難しいと言われてる作品なんでね。ただね、ロックマン X5 とかロックマン X4 と比べればね、ラスボスのシグマがね、この作品まだ弱いからよかった、いいんですよね。それがバランスになってるんですよね。いや、このゲームのシグマが強かったらもう本当にね、もう超鬼畜ゲームになっちゃいますからね。まあこのゲームはね、ステージがね、とにかく全部、ほとんどのステージが難しいんでね、その代わりシグマは弱いというね。まあ、そういうのがあるから、まだなんとかバランス的にいいんですよね。X4 と X5 はね、ステージ自体は全体的にそこまでね、難易度高くないんですけどね、ラスボスのシグマが異常に強いので、またそれはそれでね、逆のバランスになってるんですよね、このゲームとはね。ゲイとかね、いますね。やっぱね、このゲームはね、少々ゴリ押しでやんないとね、まあ、激ムズゲームなんでね、クリアできないんですよね。それぐらいのゴリ押しでやんないとね、ほんと無理ですよ。時間かかったけど、なんとかクリアできましたね。ああ、なるほどね。これすればなんかあるんですよね。なんか。また別のね、形でスタートできるっていう、確かこれ、あれですよ。裏技ですよね。
はい、これでね、クリアすることができました。またね、次回は8大ボスステージの挑戦に戻りたいと思いますので、よろしくお願いします。これあれですよ、オープニングですよ、彼の操作によりユーラシアの取った軌道は地球化、地球消滅の惨劇が始まった。イレギュラーハンターゼロ、地球の存亡を背負い一人のレプリロイドが荒れ狂うスペースコロニーへ真っ向からぶつかった。結果スペースコロニーの破壊に成功、地球消滅は免れたもの、爆発の被害は大きく、地上は荒ぬ姿へと一変する。そしてシグマコの死と、これ前作のね、X5 の時の話をね、あらすじですよね。X と0は命からがらシグマを倒すが、戦いから帰還したのは青い光。X だけではなく、見覚えのあるセーバーが握られていた。3週間後の現在、荒れ果てた地上は、レプリロイドがかろうじて活動できる程度に汚染が静まりつつあった。そしてある男の、はい、じゃあこれでね、終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。